はい、皆さんこんにちは、リアルです。今回はですね、ヤマダ電機の方で、まあとあるものを購入してきました。ですね、買ったのは、ソニーの、オーディオ延長ケーブルと、この変換コネクタですね。はい、まあ、なぜこれを買ったかというとですね、まあ、ちょっと話は遡りまして、まあ、ちょっと話は遡るというか昨日の話なんですけれども、まあ、ソニーのスピーカーとアンプをまあ手に入れまして、まあ、どんなかというとこう向けましてこれですね、この2つですね。この真ん中は Xbox と PS3 なんですけど、このソニーのスピーカーがあって、アンプはテレビの、今サザエさん見てるんですけど、あの後ろの方に見えないですかね、あの後ろにあるんですよ、まあ、あのテレビの後ろに置いてあります。で、まあそれにつないでこれを流してる。まあなんでっていうか、あのあれは10年ぐらい前のなんか20万くらいしたスピーカーらしいんですけど、スピーカーとアンプセットらしいですけどね、まあなんか家から出てきたんで使ってみたらすごい音声が良かったっていうね、はい、だから使い始めましたけど、まあちょっとですね、ケーブルが短いっていうのがあってですね、この延長ケーブルを買ってきました。ちょっともうちょっとアンプとスピーカーの取り回しが良くしたいんで、まあこいつを買ってきてちょっと置き場の自由度を上げてみたかったんですよね。はい、そしてこっちはですね、あのテレビにつなぎたかったんで、こいつを買ってきました。はい、うちのちょっと液晶テレビ、光オーディオとかっていうか、光オーディオまずないんでね、あの古いアンプには。というわけで開封したいと思います。ソニー製ですね。 1.5 メートルの延長になります。まあ見ても分かる通りですね、あのおなじみの RCA というかライン入力っていうんですね、このアナログ入力の赤と白の2本を、こっちは入力する方、こっちは出力する方ですね。まあ、1.5 メートルのケーブルになっております。値段の方がですね、ちょっと待ってくださいね、値段の方がヤマダ電機の方で、これはどっちかな、どっちも AV コーダーか分かんねえんだよ。型番が RK-C111 なので、あ、こっちですね、588円ですね。はい、安かったです。で、こっちの方が高かった。これが変換コネクタ、この赤と白のライン RC アナログ入力をスピーカーピンジャック、ステレオジャックの方に、ミニフラグですね、ミニプラグの方に変換する、まあ、コネクタになっております。こっち1010円しました。同じくソニー製です。よいしょ。まあこれ、まあすごい短いんですけど、何メートルだったかな、まあいいや。この入力をここに入力して、こっちから出力、これがピンジャックですね、ステレオミニフラグになってまして、こっちは先ほど紹介したこのアナログ RCA の方にいます。ここにスイッチがついてますね。あのモノラルとステレオが切り替えれるようになっております。はい、というわけで、まあ、今回はこれだけなんですけどね、ただ単にあのさっき見せたスピーカーをの方を、まあ、ちょっと取り回しを良くする延長ケーブルとテレビにつなぎたい、この変換ラグを購入してきました。はい、それでは皆さん、さよなら。